鳥取県江府町で建物13棟が被害に遭う大規模火災が発生して今日で3日。警察と消防の実況見分の結果、住宅8棟、空き家5棟に被害が出たことが明らかになっています。今日、江府町議会は臨時会を開き、町は災害復旧支援のため3500万円の補正予算を提出しました。本町において過去に例のない火災でございました。住民の皆さんの相談などを受けながら必要な対策を順次予算化していく考えでございます。貴重な財産を今日可決した補正予算には希望者を対象とした被害に遭った建物の解体撤去費用や被災者への見舞い金が盛り込まれています。また江府町は今月17日に今後の生活に必要な支援の相談などを受け付ける会を開催する予定です。今日火災現場では住民やその親族なども現場を訪れ被害を確認していました。被災者が今後住む場所については江府町が町営住宅や町外の住宅を斡旋する予定ですが、被災者の心のケアや防災マニュアルの改定など多くの課題が残っています。